どうも西村ひろちょです。はい、先日ですねツイッターで、楽器をコツコツ練習していって上達していく動画というのをあげるとしたらどんな楽器がいいですかというアンケートを、はい、取りました。いろんな人から意見をいただきました。ありがとうございます。そしてアンケートの結果こちら、バイオリンを練習することになりました。正確に言えばバイオリンは、全くの初心者というわけではなくて、今から 2,3 年前ぐらいにですね、チーモン長中の白井さんという方がいらっしゃいまして、その方が演出とあと脚本をした舞台があったんですね。でその舞台に出演させていただいた時に、ヒロとさ、すいません全然似てなかった。ヒロチョはなんかバイオリンができるキャラがいいなっていう、まあ、そういうキザなキャラをやってほしいなって言われたんですね。でもその時に、まあ、バイオリン弾けなかったんですけど、あ、まあ楽器用意してくれたら弾きますよ、うん、言っちゃったんですね。でそしたらまんまと用意されまして、でそれ以来ぶりですかね。はい、なので今日からバイオリンをコツコツ練習していって少しずつ上手くなってまたどっかで披露したいなと思います。でなぜこんなことをやろうかと思ったかというと、まあ第一に楽器がすごい好きでいろんな楽器が演奏できるようになりたいなっていうのがあるんですね。でそれもありますけど、もう一つ大事なことは、楽器って小さい頃からやってないと無理なんじゃないっていう人が多いと思うんですね。でも楽器って何歳からでもできるぜっていうのをちょっと知らしめたいなっていう、ちょっとおこがましいかもしれないですけど、もう楽器好きの僕としてはそういうふうにいろんな人に、何歳からでも楽器始めて大丈夫なんですよ、何歳からでも楽器でできるんですよ、すごい楽しいんですよっていうのをすごく知ってほしいんですね。なので僕も今から、僕今30歳なんですけど見えない、ありがとうございます、はい、30歳からでも楽器を始めて上手くなるんだよ、でこういう動画を見て、あ、ひろちょができるんだったらやってみようかなとか、昔楽器やってて今全然やってないけどもう一回始めてみようかなっていう人が増えれば幸いだなと思っております。ぜひ長い目で見てね、僕の成長を見守っていただければと思いますので、よろしくお願いします。じゃあいつか何かしら曲を弾いてあげますので、よろしくお願いします。